おはようございます。行徳のバイリンガル YouTuber コミュニケーショントレーナーの高野文夫が、今日も行徳は弁天公園の森に来まして、皆様にコミュニケーショントレーナーとしてコミュニケーション上の重要なワンポイントテクニックをプレゼンテーションさせていただきます。今日は6月は18日日曜日、昨日に続いて今日もとても晴天の日ですね。梅雨なのにどうなっちゃったんでしょうかね。はい、今週1週間はですね、渋谷の忠犬ハチ公のお話をいたしました。忠犬ハチ公ですね、ご主人が亡くなって10年間もですね、来る日も来る日も渋谷の駅前にですね、ご主人を迎えに来た。ご主人はとっくに亡くなって10年経った。そして自分もですね、10年迎えに来続けて、最後には死んでいったと。まさにですね、犬が見せる愛と誠の極致ですね。はい、それってまさにですね、日本人の心、日本武士道と共通してるんですよ。忠犬ハチ公の生き様はですね、今週今日でハチ公のお話は終わりにしてですね、来週1週間は今日ですね発売になります私の本、164冊目の本なんですが、武士道日本人の心という本についてですね、1週間かけて日本武士道7つの徳目についてですね、1個ずつ簡単に ご説明していきたいと思います。来週1週間はですね、武士道日本人の心です。はい、武士道はですね、今全然世間でですね注目されないテーマです。注目されないテーマ、多分ですね、今回この6月に今日手元に届く本は紙の本、続いて出すのは全く同じ内容ですが電子本、もう一つはですね、そっくりチャット GPT で英語翻訳してですね、世界に向けて出します。3種類出します。内容は全部一緒です。なんで私がですね、武士道日本人の心なんて売れそうもない本を出すのかというと、まさに忠犬ハチ公の生き方、生きる哲学と同じです。稼ごうと思ってません。ただですね、とても重要なことだと思いますので、日本の皆様、あるいは世界の皆様にですね、武士道って何なんだと、12あるんですが、その中の7つの徳目を引っ張り出してですね、どういうことなのかということをお話ししたいと思います。来週はですね、忠犬ハチ公の愛と誠の生き様をですね、武士道という形に書いてですね、本のご紹介にしたいと思います。今日もお聞きいただいてありがとうございました。さようなら。